はいみなさんこんにちは今回の授業からね関数の極値について話を進めていきますでもねほら関数の極値っていう言葉遣いは数学二の微分のところで学習したわけね極値には極大値と極小値があります極大値を覚えてるよねグラフが上がって下がる山のてっぺんの Y 座標が極大値そしてグラフが下がって上がっていく谷底の 定点の y 座標を極小値ねそう、えー、数学2で習った極大値極小値同じ言葉が使われてます。ということは極値の問題だったらやはり増減表を書けばいいわけですやはり増減表ね。では今回の授業は問題から入っていくことにいたします。ははい問題出てますね fx 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 イコール分のログ x かっこ x は0より大 の極値を求めようです。はい、x がゼロより大を今回は親切に入れておきました。なぜだかわかるね。本当は本当はこの x がゼロより大は書いてなくてもいいわけよ。その理由は君ら分かった？ログ x って書いてあるよね。ログ x、L O G の右側の x は真数です。真数はいつでも正でなくちゃいけないわけ。だからログ x の真数 x はいつでも正。 それがここに親切に x ゼロより大と書いてあるわけですじゃあこの小括弧の中の x が正の意味分かったねログ x と書いてあるからこの x は暗黙の了解で正それを親切にここに入れておいたわけですでは fx が与えられてますから同関数を求めましょうただし今回は x 分のログ x 分数関数の微分公式を使うわけですでは分数関数の微分公式を使いながら微分していきます f'x イコール長々と分数記号を引きましたはい分数関数の微分は分母は次乗されるわけです分母は次乗ねそして分子は分子はこの分子に入れるものねそれは x 分のログ x のこの分子のログ x が先に微分されますログ x が微分ねそしてかけることの分母が入るわけですかけることの分母そして引くことの今度はログ x がログ x はそのまんまねログ x がそのまんまねかけることの分母の x が この「F'x」の長い分数記号の横棒の上に載せる順番を覚えてるよね分子が微分×かける分母そのまんま引くことの分子そのまんま×かけることの分母の微分これは第5章の章の,章の章の微分公式のところで使った言葉です。はい、そして logx x x はは微微分分分さされれてての1 1ですちょっと詰まってきましたからこちらに入れますね。 x 乗分のこれは微分して x 分の1です。かけることの x ね。あちょっとこの x 以乗の位置がねやっぱり先端に持っていきましょうその方が見やすいでしょう。x 以乗ね分数の先端に持ってきておきました。持ってきておきました。はいそしてログ、x、の微分は x 分の1ね。かけることの x。引くことの引くことのログ x かける x の微分これ1だよね。ログ x かける1ね。はい。そうするとこの式はイコール1マイナスログ x 分母は x 上です。 ここ丁寧にちゃんとね一箇所一箇所微分して代入しているけどいいね。ログ X の微分が X 分の1 X ね。引くことのログ X の後ろが X の微分 X の一乗の微分は1ね。整理すると1スログ X ね。はい。F'X が計算できました。そして注意しましょう。ね。えー、ここの X の二乗確かに X は正ですけども X は正って書いてある二乗がついていてもこれ正だよね。 ここは正なんです。なぜこのようなことをやったか、いいですか？赤のカギカッコつけますね。今回はね、この赤のカギカッコがちょっと影になったかな。x 二乗分の一引く六 x の整理が終わった分母の x 二乗は正、分子にカギカッコつけました。f ダッシュ x の符号は この赤のカギカッコの1引くログ x が決めるんです。1引くログ x ね、赤のカギカッコから f ダッシュ x の符号が決定されてしまうということなんです。では皆さん、この式をもうちょっとうまい形で書いてみたいんです。あ、でもその前にあることをやりましょう。そう、忘れるところだったね。f ダッシュ x が計算できた。そして f ダッシュ x の符号は分子に乗っかっている1引くログ x から計算できる。ここまではいいね。

f ダッシュ x イコールゼロの時、分子の一引くログ x がゼロね。これちょっと書き直していいかな。一引くログ x イコールゼロっていうのはつまりさ、ログ x が一でしょ。一引くログ x がゼロとはログ x が一になることだから、ちょっとここは黒板消しを使ってもうちょっと見やすい形に書いておきます。ログ x イコール一と書いていきます。 はい、いいね。f'x ダッシュイコール0とは赤のカギカッコの分子が0。これは logx イコール1のことです。logx が1になるような x はいくつでしょう。はい、logx の log の右下は t が省略されています。この log の右下のこの人差し指のところには本来は t があるわけ。t が書き込まれてないはい。数3で扱う対数関数は自然対数と呼ばれてここは e が省略されているんです e がね、本当はログ ex なんですログ e の x イコール1ねだったらこの x が e になったらログ EE で1が成立するわけですつまり x イコール e なんです f'x ダッシュイコール0の解はログ x が1でありログ x イコール1というのは t が e であることから x が e になることだったんです はい、これで増減表の作成へと入れます。ただし、x がゼロより大ですから、増減表を書くとき。x の欄は最初ゼロから入っていきます。そして f、f ダッシュ x イコールゼロの解が x イコール e ですから。x の欄にゼロ入れて、点点点 e 入れて、点点点と書いていくわけね。はい、黒板詰まってきました。増減表を板書の位置を切り替えて書いていきます。はい、こちらに移ってきました。では、増減表を書いていきます。 まず x の欄から入れます。そして f ダッシュ x です。そしてその次が f x です。で線を引きます。線を引きます。そして縦線を入れます。で最初はゼロが入ります。また縦線を入れます。 これが入ったから今度は何を入れるかテンテンテンとして0入れて点点点ねそしてここには何が入るかフ 'x=0 の解先ほど計算した e です縦線入れますこれで終了ですちょっとはみ出したところはこうやって、えー、黒板消しね実際には君らだったら消しゴムなのかな でちょっと線の足りなかったところをこうやって伸ばして、ランを作っていきます。で、ここも点点点と、はい、よろしいですか。これで増減表の大まかな枠ができました。そして今回は x がゼロより大きい、x イコールゼロは 定義されてないんです。だからここは斜め線がこう入ります。そして x イコール e のところでは f ダッシュ x は当然ゼロになるんだよね。この x イコール e は f ダッシュ x イコールゼロの解として選ぶ。f ダッシュ x イコールゼロの解、f ダッシュ x イコールゼロの解が e だったわけ。e の真下はゼロですね。そしてここはこういうふうに入れちゃいましょう。f 関数 e だよね。 x イコール e の時の f(x) の値は f(e)。問題なのはこことここの符号です。はい、この符号を決定したいんですけども、もう一回ね、あの f ダッシュ x を書いています。この横にね、f ダッシュ x はいいですか？ここが大事なの。x 二乗だったよね。 x 上だったよねもうちょっとこうね F'x というのはどんな式だったかもう一回確認しに戻ろうか F'x ね F'x の式確認しに戻っていきますはい戻ってきました F'x はこの式だったんです分母は x オッ OK ね。分子は 1-logx の 1引くログ x ね。1引くログ x ね。この1をうまく書きたいんです。1引くログ x のこの1はログ e と書けるんです。いいですか？1引くログ x の1は対数をつけて書くとログ e と書けるんです。この1はログ e と書いていくことにします。この1をログ e として書いていきます。元の場所に元の場所に戻ります。戻ってきました。ここ1だったんですけども。 ここの位置をログイ、e、で書いたんです。なぜこう書いたかわかります？f ダッシュ x の符号は分子の今再び赤の鍵カ,カッコつけてます。分子の式に再び赤の鍵カ,カッコつけてます。x 次乗は正だったんです。f ダッシュ x の符号は分子の赤の鍵カ,カッコで決まるんです。なぜログイ、e、と書いたかわかります？はい。 ログ e マイナスログ x でしょう。ログ引くログの形になってるから、符号の判定がやりやすいんです。では、どういうふうに判定するか。はい、ここを埋めていきます。はい。ここを埋めるときには。この点点点のところは、e より小さい値が入るんです。ここの点点点のところは、e より小さい値が入るわけね。e より小さい値。はい。ここの x は、e より小さい値を今考えてるんです。 ここの X. は E. より小さい値ね、E. より小さい値。ここが E. より小さい値だったら、ログ E. 引くことの e。E. ログ E. 引くことのこの X. は E. より小さい値ね。符号はどうなるか、プラスになっちゃうわけです。はい、ここの点点点の X. は。ここの点点点に。ここの点点点のところの X. の値は E. より小さいわけ。ここの X. が E. よりちびっこい、E. よりちびっこい。 ログ E. 引くことのログ E. よりちびっこい値ね。当然千になるわけです。では、その次 E. の右側の点点点。E. より大きい値が入るんです。E. より大きい値。はい、こう。E. より大きい値だから。E. より大きい値だから。二倍の E. でも使ってみましょうか。点点点のところは二倍の E. ね。二倍の E.。ここの X. に。二倍の E. を代入してみてください。二倍の E. ね。ログ E. 引くことのログ二倍の E.。 ログ、e、引くことのログ 2e 引き算すると負になるよねはいここ負なんですそうすると F' の符号がプラスだから右上がり F' の符号が負だからグラフは右に下がりますはいこの FE は極値ですけどもグラフが上がって下がってですから極第一になるわけです増減表が完成したわけですそのの時にこの F' の乱は ロ引くログ,、e、ログ X と見てこの、X、の場所に e より小さい値を代入次に、X、の場所に e より大きい値を代入してプラスマイナスと判断したわけです。この増減表からこの増減表から極値を求めろだから。 X イ,コ e X、イコール e の時に上がって下がってねグラフが上がって下がってだから極大値です。極大値 fi。 そして元の fx の式ねちょっとここに入れておくね元の fx の式をね、えー、前の番書の位置に戻って確認するのは大変ですから最初に問題文で与えられた fx は fx イコール x 分のログ x だったんです x イコール e の時に上がって下がっての切り替えて極大値になりますここに e を代入すると分母は e 分子はログ e ログ e は一ですね はい、e と e 代入する log、e、は上にも書いてあるように1に変わったわけですはいこれで増減表より、X、イコール =e の時 f は極大値 fe つまり e 分の1を取るわけです全体の流れを軽く最初からチェックしていきましょうはい大ま,かな流れ大まかな流れを軽くチェックします まず分数関数が与えられたことから、分数関数の微分公式を使いました。小の微分公式を使いました。そして得られた計算結果が x 次乗分の1マイナス log x です。分母は x 次乗であることからせ、せ f ダッシュ x イコールゼロは赤のカギ括弧をつけた分子がゼロになれば f ダッシュ x イコールゼロが解ける。分子がゼロになるとは log x イコール1で x イコール e が出てきました。x イコール e が分かったので次。 増減表のこの表をどん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 作っていったわけです。ただしこの場合にはゼロより大ですからゼロ点点点イ点点点で始まりました。そして f ダッシュ x の符号を判定するときにここは一だったんですけども一をログ E と書き直すことによってログ引くログにしたんです。ログ引くログね最初のログ引くログで最初のログは E が入ってる後ろのログ後ろのログは x が入ってるわけね。 この X に E より小さい値を入れる、あるいは E より大きい値をこの部分で入れていくわけですから、符号の判断が優しかったわけです。増減表がで,できたことから、X イコール E で極大値がこのように計算できたわけです。これがこの問題の全体を通しての流れになりました。この問題の解説はここまでとします。 はい今回学習した問題をね一般的な形でまとめておくことにしますまず今回のテーマは fx の増加現象を、えー、調べて極地を求めるという話でした極地の求め方の手順は増加現象を調べるのと同じようにして増減表を作成すればいいわけです増減表を、えー、作成していくわけですけどもまず f'x ダッシュを計算して f'x イコール0の解を求めるわけです 今回まとめこのまとめのところではイコールの解をととしてまとめてままめいきますそして増減表を書くときにはまず x の欄にイコールの解をとしましたから点点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 点と書き込むわけですそして f f f x の欄を作る当然 x=α の下の f'x は0。 のの下の f X も0ね、はい、そして、えー、その下の fx の欄はここが α だったら f ァ。そしてここが β だったら一番下は fβ になります。大事なののはここの符号をチェックするわけ今回ねまとめですからこの点点点アル α ァより小さい値のところで f' は正とします。そしてととのの…の間の点点点のところで、f、は マイナスの符号ね。そしてベータのベータよりの右側のベータより大きい値のところの点点点で f ダッシュ x は正だったとします。そうすると同関数の符号がプラスだったらグラフは右上がり、同関数の符号がマイナスだったらグラフは右下がり、そしてプラスだったら再び右上がりになります。その時に数学二で学習したことと全く同じです。極大極小の 切り替わる場所を極大値あ、すみません増加減少ね、言葉間違えました増加減少の切り替わるところが極大値減少増加減少増加の切り替わるところの値を極小値と呼んだわけですこれは数学二で、えー、学習してもらうと全く同じですそして増減表ができるとグラフは上がって下がって上がるという形でこうかけるわけですはい。 この赤い点の Y 座標が極大値なんです。この黄色い点の Y 座標が極小値と呼ばれるわけです。今回はこのような一般的なまとめにしておきました。これからも増減表を作って極大極小などの判定問題が続きます。今日の授業はこれで終わりにします。はい、皆さんお疲れ様でした。